なんか見つけたな。なんか見つけて、イクトが急にハンドル切ってここの駐車場に入ってきました、はい、さっきの近くですね。本当に近く。なんでこんなとこに急にバーンって現れた。確かにね、めちゃくちゃかっこいい建物がありまして、うん、クラシックカーミュージアムカフェ、4月にできたらしいです。あ、4月なんですか。4月です。本当最近なんだね。だって 見たことないもん。知らないですね。話にも聞いたことない。これは大富豪の趣味感が半端じゃないですね。絶対にやってんな。半端じゃないです。ドッキーカフェ、もう許可取れたんでちょっとだけ見てきますか。はい、ね、どっちこっちも入っていいですか。お邪魔します。ありがとうございます。あ、これはあの、テアルディーゼルみたいな。すごいいい車やな。すごい、すごいんだろうな。あ、全然クラシック感わかんないんですけど。もうわかんないですね。すごい、うん、え、ほんとすごすぎますね。GTR ホンダのね、大型じゃないか。750って大型ですか？750は中。中。中。どんどん型ですか？いや、違うというか。ああ、ありましたね、一瞬。昔のジェームズ・ボンド、007で。ピカピカにも程がありますね。綺麗すぎる。すごい。もう、トヨタ 2000GT。すごい。レストしてんだろうな、すごく。前期そうやったね、先日に前期。あ、すごいね。買おうとしたら、俺も全然詳しくないけど、1億円じゃ全然買えない。へぇ、一応、これ売ってんだね。あ、売ってるんだ。ありますよ。高額マスクって書いてあるんで、あの、怖いやつ。聞いちゃう、聞くだけタダだからね。すげぇ。750思いっきり大型でした。大型でした。大型でした。だよね。大型でした。免許取ったのかよ、本当に。めちゃくちゃアホだって。これすごい。すごい。すごい。名古屋とかたまにいるじゃん。こういうの。見たことない、俺。かっこいいな、これは。乗ってたらね。すごいね。ディズニーシーかよ。これディズニー走ってますね。こんなんルパンやん。カリロス。ルパンでもないか。これとか。こんなのね。こんな単純なんだ。明治買うよ、後ろに。明治の車ですか。鬼滅の刃より昔だよ、この。オーバーになる。オーバーになる。一世紀以上前に製造された。超高額。超高額で。いわゆるこれ行こうよ。なんか本当に、すごすぎる。わからないな。ダッチブラザーズ、フェイト。禁止法時代のアメリカで生まれたダッチブラザーズ。ダッチャッパー。近づきがたいですよ、もうすごすぎて。超高額。いや、いくらだ ?3 億ぐらいっすよ。3億で買えんのかな。全く分かんないですね。そう、分からん。気をつけてくださいね、イットさん。ガーン型子供を最初に作るときは。受注生産のベッドもありますけど、すげえな。みんな大好き GTR ね。みんな大好き GTR。 もうワイルドスピードファンならもう上がっちゃうんじゃない。48年。やっぱね、昔の車をちょっと角張ってるのがやっぱいいんだよね。そうですね。なんで今丸くしちゃうんだろうってすごい思っちゃう。角張ってるのそんな好きっすか。うん、結構俺好きなんだ。まあまあ、かっこいい、ね、ガンっていうのが。事故ったらすぐ死んじゃうんだろうけど。こういうさ、いや、旧車の角張りはかっこいいっすよね。そう、ないじゃない。ないっすね、こんな車。うわ、これ写真撮っていいもんですかね。いや、それは動画いいっていう。動画いいっていうのはね。なんか、他の人の浜手芸にならないの写真 OK って言われた。これ全部ソファーが車のシートです。本当だ。いいね。なかった。すごい。面白い。電動。あ、これすげえな。これよりも衝撃だったね。ただのフラフラ歩くさじゃない。横浜銀座ってバンドじゃなかった。あの、なんちゃらちゃ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 4位。上がります。売ってるんだ。売ってるんだよ。
売ってます。これ探してる方いるかもしれないからね。そう、走行距離、うん、少ない速納車、本体価格1698万円。はい、3 GTR。 いや、安いんじゃないですか。300キロで。わかんないです。わかんないです。買います。ミュージアムの横にこのカフェがあって、ここでドリンクを頼んで飲んだ人から向こうに覗いていけるよって感じですよね。はい、うちの席でお伺いするんです。あ、席、なんかカメラ始まるのをめっちゃ始めますよとかじゃないんですけど。そうですね、適当なんですよ。好きなお席が。はい、ありがとうございます。カフェの利用者がこちらのミュージアムに入れるということです。ミュージアムだけっていうのは、はい、そこを気をつけて、はい、ということです。なるほど。うわ、気になるものばっかり。宇宙一のココア。はい、冷たいココアが冷たいの、ね、あ、僕も一緒で。あ、僕も同じので。はい、宇宙一のココア3つの3つですね。では、カモミールティー。あ、カモミールティー。はい、あ、かしこまりました。では、この最近暑いので、はい、全然紅茶のご注文がないので。あ、冷房入れますね。あ、大丈夫ですね。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。時間ですね、10分ほど頂戴いたします。はい、はい、本来ですね、このご注文伺いした後にメディアですが、10分15分時間かかるので。あ、なるほど。ゆっくりと。そういうことですね。すみません、間違えました。ありがとうございます。お願いします。めちゃくちゃ美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。生クリーム3層になっておりまして、一番下が濃いめに作ったココアです。あ、そう。で、中間に国産のオーガニック豆乳を使ってまして、あ、一番上が甘さ控えめの生クリームです。はい、コースター、はい、コースターめっちゃ可愛い。で、3種類、ありがとうございます。なので、初めは混ぜずに飲んでいただいて、徐々に味を薄めたり混ぜながら。はい、はい、お待たせいたしました。こちらですね。かわいい。ありがとうございます。かわいい。こちらカモミールティーです。砂時計が4分ですので、すべて砂が落ちきったら飲み物です。いただきます。はい、いただきます。お待たせいたしました。もう帰るなんて。それ笑ってたのか。遊べすぎ。そんな変わらんか。もう全然。ずっとこう。マジ気づかないから置いたんだよ。私なんか本格的に飲むから緊張してたわ。一人で勝手に、まあ、ごめんな。突っ込まれるために2回やってくれたんだよ。ニヤニヤしてるな。1回目ふざけるとこじゃなかったんだって俺置いたもん。全然気づかなかった。申し訳ないな。ずっと嘘じゃんと。うん、いや大丈夫。めちゃくちゃ声したの。もう濃厚、濃厚。ね、イグトさんさ、はい、ずっとニンニク臭いんですよ。ちょっと何食ったの。ずっとニンニク臭いんですよ。隣の前なんか食っただろ。昨日のランチでニンニクもりもりラーメンを食べさせられました。もりもり。そんな一日香る。もうもりニンニク丸焼き6個、ニンニクすりすったやつ2玉、ニラ1玉ぐらい、あとニラ1玉ってどういうこと。ニラ1房ってめちゃくちゃ多い。めちゃくちゃすごいラーメンを食べさせられました。すごかったな。あ、昨日のランチで。はい、そうです。どこ行ったの。あ、ならあるわ。普通に味噌バターコーンをお願いしたらそれが出てきて、すいません。だからか、さっき鮎食ってる時にさ、
誰だニンニクって一瞬思ったの。でも俺知らないからそのイクトではない、みんな違うだろうなって誰だろうな、何だったんだと思ったらイクトね、はい、昨日からずっとみんなに避けられてるんですよマジで。昨日とか本当なんか先輩行って相談されてたけど、ちょっと前臭いで後にして近寄って小さい声で喋りをするのに逃げるから近寄らないでほしいです。知らなかったわ。ちょっとずつ気づいてたんですよね。いいですね、この段々になってる腰が。だんだんいいの薄くなる。いただきます。ほら、いいよ。車を見ながらね、美味しいココア。どれ買うって言ってました。この価格の金持ち坊や。金持ち坊や。お父さん欲しいよ。いいとこの子だもんな、イクトさんは。は？普通の人よりちょっと先。お前今一番良くない答え方だわ。だったらどっちかにしてくれる。それ一番いやらしい。一番いやらしい。いや恵まれてますよ。じゃあ。そのバイク何乗ってんだっけ？え？お父さんのバイク何乗ってんだっけ？ハーレー。あれです、3台も車なんだっけ。車はアメ車を。え今シボレーのアメ車を。旧車ね。旧車乗ってんの今。今は修理中です。家一軒家ちっちゃいところの庭は広いもんな。庭ちゃんとあるよ。あんの庭まあ、ちっちゃい倉庫が庭に。めっちゃいいところの庭やもん。怖い先輩。いいとこすぎない。めっちゃいいとこすぎない。買えよ。サラリーマン普通の子。お前いいな。おいしい。めっちゃおいしいっす。おいしいおいしいっすね。おいしいっす。これはどうきたの。そのいじりめっちゃいいね。はあ、黒いここまで。ニンニクくそー。最悪だ。まあ味わってちょっと帰りますか。ぜひ。車を大好きな。近くない？いやそんな意外とそんなです。本当に。車はね大好きというか大好きな方、はいご利用して見て。ね、楽しいと思いますっていうか、まあ、あの人がお前誰だってなっちゃって、ね、ちょっと大丈夫。お前話聞いてた。俺もう死にようとしてない。